よもや剣が二本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。ここはどこだ？なんだこの服。俺こんなの持ってたか。それに肌触りがなんだか。もしかして。コマンド。ログアウト。ダメか。俺のこの服装、おそらくここは仮想世界だ。とはいえウィンドウは開かなかった。ログアウトの方法もわからない。何よりここはどの仮想世界なんだ。目に見えるものは現実世界のものと大差ないように見える。これが仮想世界だとすると、この風景を生成しているマシンは恐るべき高性能機だ。ここにいても仕方ない。辺りを調べてみるか。
とは。今のはなんだこの感じ。どうしてだろう。懐かしさに胸の奥がうずく。俺にはあんな子供時代はなかったはずなのに。これは記憶。あの音を追っていけば何かわかるだろうか。音が聞こえなくなった。なんだこの巨木は。誰？え？君は誰？どこから来たの？あ、キリト、ちょっと道に迷ってしまって。道に迷った？そうなんだ。僕はユージを。よろしく、キリト君。ああ、よろしく。森の南から来たってことは、ザッカリアから来たのかい？いや、そうじゃないんだ。それが、俺も自分がどこから来たかわからないんだ。気づいたら森の中に倒れてて。え？どこから来たかわからないって。今まで住んでいた町とかも？ああ、覚えていない。わかるのは名前だけで。驚いたな。ベクタの迷子か。話には聞いていたけど、本当に見るのは初めてだよ。ベクタの迷子？ある日突然いなくなったり、森や野原に突然現れたり、そういう人をベクタの迷子って呼ぶんだよ。闇の神ベクタがいたずらで人間をさらって記憶を抜いて遠くの土地に放り出すんだ。へえ、じゃあ俺もそうなのかもしれないな。それでどうにも困っているんで、一度ここを出たいんだ。
森は深いからね。道を知らなきゃ迷って当然だよ。いや、あ、その…ログアウトしたいんだ。ログ…なんだって？今、なんて言ったんだい？ごめん、土地の言い回しが出ちゃったみたいだ。テストプレイヤーか NPC じゃないのか。さっきの反応からすると、おそらく彼は仮想世界という概念も持っていない。言葉を選ばないとな。どこかの村か町で泊まれる場所を見つけたいっていう意味なんだ。僕の村はこのすぐ北だけど、旅人なんて全く来ないから宿屋がないんだよ。でも事情を話せば、教会のシスターアザリアが助けてくれるかもしれないな。そうか、よかった。それじゃあ俺は村に行ってみるよ。ここから北へ向かえばいいのか。ちょっと待って、村には衛士がいるから、僕が一緒に行って事情を話さないと苦労すると思うよ。それは助かるな、ありがとう。でもすぐには無理かな。まだ仕事があるから。仕事？これからお昼休みなんだけど、仕事が終わるまで待ってくれれば、一緒に教会まで行ってシスターアザリアに君を止めてくれるよう頼めるよ。わかった、それじゃあ待っているよ。すまないけどよろしく頼む。いいんだよ。じゃあキリト君も食べてよ。パン？いいよそんな。キリト君だってお腹空いてるんじゃないの？何も食べていないんでしょ？いや、でも。いいんだ、あげておいて。こういうのもなんだけど、僕あんまり好きじゃないんだこれ。じゃあありがたくいただくよ。本当は腹減って倒れそうなんだ。そうだと思ったよ。それとキリトでいいよ。そう？じゃあ僕もユージオって呼んで。ちょっと待った。いや、長持ちするしか取り柄のないパンなんだけど、まあ一応ね。キリト、まさかステイシアの窓を見るのまで初めてだなんて言わないよね。さすがにそれはないよ。ステイシアの窓、間違いない。この世界でのいわゆるステータスウィンドだ。やはりここは仮想世界で、ユージは NPC なのか。まだ店名はたっぷりあるから、急いで食べなくてもいいよ。店名という数値はおそらくアイテムの耐久値のことだろう。じゃあいただきます。ずっと昔はね、昼休みにお弁当を持ってきてくれる人がいたんだけどね、今はもう。その人はどうしたんだ？幼馴染だったんだ。同い年の女の子で、小さい頃は朝から夕方までいつも一緒に遊んでた。天職を与えられてからも
毎日お弁当を持ってきてくれて。でも6年前、僕が11の夏に村に聖号騎士がやってきて、王都に連れて行かれちゃったんだ。聖号騎士、王都、ある種の秩序維持者とこの世界の都のことだろうか。僕のせいなんだ。安息日に二人で北の洞窟を探検しに出かけて、帰り道を間違えて果ての山脈を向こう側に抜けちゃったんだ。知ってるだろ、禁忌目録には闇の国には決して足を踏み入れることならずって書いてある。僕は洞窟から出なかったんだけど、彼女はつまずいて外の地面に手のひらをついてしまったんだ。でもたったそれだけのことで聖号騎士が村にやってきて、みんなの前で彼女を鎖で縛り上げた。助けようとしたんだ、騎士に斧で打ちかかろうと。でも手も足も動かなかった。僕は黙って見ていただけで。その子がどうなったのか。聖号騎士は審問の後処刑するって言ってた。アリスは王都のどこかで必ず。アリス、なんでだ。またありえないはずの懐かしさを感じ、それに何よりも驚くべきは、彼は単純な NPC ではない。豊かな表情や、探しに行ってみたらどうなんだ。あのねキリト、このルーリットの村はノーランガルス北帝国のさらにここから南の端にある王都までは早。それに天職を放り出すのは禁忌目録違反だし。禁忌目録ってのはこの世界の法律や規則みたいなんだが、幼馴染のアリスの生死以上に天職を守る。そういえばユージオの仕事を。僕のはこれさ。これでこの木の名前は神聖語でギガスシダーって言うんだ。そう呼ばれる理由は、この木が周りの土地から寺、村の人々は森を開いて麦畑を広げたいと思っているんだけど。そこで友情がギガスシダ、うん、刻み手って言うんだ。7代目だ。そうだよ、悪魔の木と呼ばれているだけあって、普通の鉄の斧じゃ一発で刃こぼれしちゃうから、この龍骨の斧を使っているのさ。とはいえここまで刻むまで300年。そうだ、いいものを見せ。23万2000、これがギガスシダーの店名なのか。ああ、木を刻む。でも夜の間にこいつは1日がかりで刻んだ深さの半分を埋め戻し、つまり自分で店名を回復。うん、だから僕が毎日斧を振るっても1年で減らせる店名は600程度な。うえ、だからユージオの代じゃ終わ。仕方ないよ、相手はただの木じゃない、巨人。ギガスシダ、巨人の杉。つまり日本語以外、英語やその他の言語。それじゃ僕は仕事に。あのさユージオ、俺にも手伝わす。え、ほらパンも半分をもらっちゃったしさ。うん、まあ天職を誰かにって。それじゃあお願いしようかな。やってみなきゃわからないだろ。これで終わりだよ。午前と合わせて1日2000回。キリトも筋がいいよ。最後の方は随分いい場所に。いや、でも友情が一人でやればもっと早く終わったと。気にしないで、この木は僕が一生かかっても倒せ。さ、村へ行こうか。それじゃ。ああ、
ねえ。それじゃ。そういえば、なんで村に衛士がいるんだ？主に獣とかだよ。あとは当然、闇の軍勢。闇の軍勢？ほら、見えるだろう？あれが果ての山脈。あの向こう、闇の国にはゴブリンやオークみたいな呪われ、もちろん山脈を守る聖号騎士が侵入を防いでいるけど、というかキリトはそんな当たり前。ああ、なんとなく聞いそっか。早く気を。それじゃ。さあ、キリト、教会に着いたよ。ユージオ。セルカ。セルカ。彼女は教会に住み込みで申請。その人。彼の名前はキリト。ベクタの迷子。ベクタの迷子。セルカ、アリスも教会で申請術の勉強をしていたんだ。シスターアザリアや村人たちは初めこそベクタの迷子であることを伝えると拍子抜けするほど、あ、そしてユージオやセルカ、村人と交流するこの村には NPC 全員がユージオと同じくリアルな感情だが、そんなことはありえない。ここは仮想。彼らは人間でもなく NPC でもない。王と、この世界の王とを目指し、現実世界と連絡を取る手段を探す。ユージオはまだこの、そういえばこの世界でまだ時計を見ていないな。ああ、なるほど。おはよう、キリト。なるおはよう、ユージオ。いや、そのそうだよ、ソルスの光のもとにっていう賛美歌を。なるほどな。つまりこの、それなら子供の頃に絵本で読んだよ。ずっと昔、王と、でも人々がそればっかり見て仕事をおろそかにしたから、以来いつ鳴るかわからない鐘だけが。へえ。ところ本当にキリトは何もかも忘れちゃったんだ。誰も鳴らしていないよ。あれはこの村にたった一つある神器だから。ああ、でも今は神器はあれ一つってわけじゃないか。そうだ、キリト、今から神器を見てみるかい？天職はいいのか？俺は今日ユージオです。え、今日は安息日だよ。そうなのか。あ、ならわざわざ合流させて悪かったな。いや、特にないから気にしないで。
アリスが。あ、わ、いいんだ。それでね、キリト。今日は。あ、そりゃ助かる。あのね、あのね、今の声は言ってみよう。うん、どうしたんだ。英氏が獣にやられたんだ。獣？ああ、村の周囲を見回っていたん。最近は獣の被害なんてなかったか。とりあえずあんたは治療してもらってくれ。村の。ああ、悪い。傷もそこまで深くないし。それでこの後はどうするんです。ああ、さっきも言ったように英氏の代わりと、あとは近くに凶暴な獣がいるのなら被害が出る。討伐隊を結成するんですね。ああ、だがまずは数やどんな獣なのか。もちろん参加します。ユージもだろ。はい。うん、それでは向こうに。もしかして。さてと。ユージを。戦うために剣を握るなんて。キリト、君は。わからない。けど、村を守るため。うん、そうだね。それに。頼まれた仕事はあくまでも偵察だろ。そうだね。戦いになるって。
獣に襲われた英氏の容態はどうです？しばらく安静にすべきだが、命に別状はない。そのことなんですが、英氏は確か村の北側だ。わかりました。では。キリト、行くぞ。うん。なんとか無事に帰ってこれた。キリト、一つ聞いてもいい？なんだい？神聖術には、その村の人たちは知らないだろうけど、高位の神聖術には天命を、例えば人の天命は赤ん坊から子供、だいたい25歳くらいで最大になる。その後はゆっくり減っていって、この年齢ごとの最大値を増やす方法が存在する。でもその術は氷協会の偉い司祭だ。まあどっちにしろ一度ステイシアの身元に召された。今ここで俺が死んでも協会やどこかで復活することはない。死ねばおそらく現実世界で目覚めるだろう。そうなるとやはり王都に向かい、世界を管理する氷協会。友情、この村には竜骨の斧よりも強い斧はないけど、ほら朝に人気の話をしたろ。ああそうだった。今度こそ、それじゃあ剣を取ってくるから、先にギガシダーのところ。
ユージオの協力が必要不可欠だ。それにはこの巨大な木を切り倒さなくてはならない。ユージオを彼の一生をかけても終わらない天職から解放するために。おい、大丈夫か？大丈夫じゃないかも。これとてつもなく重いんだ。さ、見てくれキリト、青バラの剣だ。この剣は何なんだ？ルーリットの村に住む人ならみんなが知っている、ベルクーリと北の白い竜っていう冒険譚があるんだ。ベルクーリは300年前にこの土地に村を開いた初代の入植者でさ、彼の冒険譚の中にこの青バラの剣が出てくるんだ。ユージョはこの剣をどこで手に入れたんだ？6年前にアリスと果ての山脈に行ったって話をしただろう。その時に洞窟で竜の骨とこの剣を見つけたんだ。ドラ…いや、竜は死んでいたんだな。骨には刀傷がついていたよ。竜を殺した奴がいるってのか？一体誰が？わからないけど、その人は少なくとも剣には興味がなかったみたいだ。それでユージオは放置されていたこれをここまで運んできたのか？一昨年の夏から安息日ごとに少しずつね。大丈夫かい？まあ、なんとかな。とてつもなく重いけど、それ以上に綺麗な剣だな。普通の鋼じゃないよね。銀でもないし、竜の骨とも違う。つまり人の手によるものじゃないんだと僕は思ってる。神様の力を借りて強力な術師が形にしたか、あるいは神様が手ずから作り出した、そういう器物を神器って言うんだ。青バラの剣もきっとその一つだよ。神が作り出したものか。この仮想世界における神とは一体何だ？ゲームにおける管理者、メインプログラム。何にせよ今わかっているのはこの青バラの剣が恐るべき優先度を誇るオブジェクトだってことだ。ユージオ、少し試したいことがあるんだけど。まさかその剣でギガスシダーを？禁忌目録に剣でギガスシダーを叩いちゃいけないなんて項目があるのか？いや、そりゃそんな掟はないけど。じゃあ問題ないな。前にもこんなことがあったような。試してみる価値はあるだろう。うまくいけばこの木を切り倒せるかもしれないぜ。分かった、慎重にね。キリト、大丈夫？こりゃダメだ、反動だけで手足が痛い。これだから言わんこっちゃない。やっぱり難しいみたいだね。なあ、まずは青バラの剣を自由に振り回せるようにならないとな。変なことに付き合わせて悪かった。いいんだよ、気にしないで。それより手足が痛むんだろ。シラル水を持ってくるから少し休もう。ああ、悪いな。それじゃ、ちょっと待っててね。青バラの剣を扱えるようにか。ゲームであればレベルやクラスやステータス何らかの条件があるはずだけど。そうだ、ステーシアの窓。オブジェクトに試せるのなら自分自身にも試せるかもしれない。ユニット ID とこっちが店名か。青バラの剣を振るのに失敗したから少し減っているな。
オブジェクトコントロールオーソリティが38、システムコントロールオーソリティが1しかない。システムコントロール権限は神聖術に関するレベルか。そして38あるオブジェクトコントロール権限、武器やアイテムの使用に関するのはこっちかな。青バラの剣は+45、オブジェクトオブジェクトコントロール権限を45まで上げれば青バラの剣を使いこなせるようになるってことか。とはいえどうやったら権限を上げられるんだ。お待たせ、キリト。さあ、青バラの剣はギガスシダーのウロにでもしまって、少し休んだら村へ戻ろう。あら、キリト、なあ、セルカ。私？その、聞きたいのは今はだろ。ユージオに聞いたんだ。ユージオが？あなたに？アリスもこの教会で神聖術の勉強をしてたことや。そう、ユージオ。村の人はお父様もお母様もシスターもまるで最初からアリス姉様なんていなかったみ。忘れるどころか、ユージオはすごくアリスのこと。それこそ天職さえなければ今。そうなの？じゃあユージオが笑う。ユージオが？ええ、姉様が村にいた頃のユージオは。確かにユージオの物腰は静かだが、彼がセルカや他の村人の前では笑顔を見せないと。やはりユージオの魂は単なるプログラムではありえない。彼は俺と同じ本物の意識、魂、フラクトライトを持ち。ねえ、何を考え。まあ、いや、ちょっとユージオはきっと君の言う通り。そうな。セルカはなんだかたまらないのよ。お父様もお母様も口には出さない。だから私、家を出て今日なのに、シスターザリアでさえ私に教えながら。ねえ、ユージオはそんな人じゃないけど、私のことを避けて。でもそんなの、私は姉様の顔だって覚えてないのに。いや、あ、その。うん、そうね。なんだか少しだけ楽になったわ。へえ、すごいな、セルカは。俺、キリト。いや、そうじゃないんだが。ともかく、自分は自分なんだからさ。他の、だからセルカも、自分に。そうね。私、自分からも姉様からも、ずっと目を。あら、もうこんな時間なのね。いや、十分は。そう。なんだ？キリトは、聖豪騎士様がどうして姉さ。ああ。私は知らないのよ。お父さん。確か、は。そう、は。大丈夫か？ええ、平気よ。教えてくれ。せっかくの安息日なのに、引き止め。うん、気にしないで。ああ。キリト。なあ、村長さん。セルカを見なかったか？セルカ？さっきまで話をしていました。教会にも村の中に。え？シスターアザリアもセルカの行方。きっと何か急な用事があったのでは？だといいのだな。俺も探し。感謝する。セルカが行きそうな場所か。友情なら付き合いも古いし、何かし。ユージオ、キリト、どうした？実は。そんな。ユージオ、セルカ行きそうな。俺、
セレカと少しだけアリスの話をしたんだよ。あ、ユージをアリスが聖号騎士に連れて。そういえば昔聞かれたことがあったね。はっきりした理由があったわけじゃない。セルカがアリスの後を。それだ。え、俺セルカに教えちゃったんだ。アリスがや、セルカはきっと果ての山脈に行ったんだ。それはまずいよ。村の人に気づかれる前に。いや、今すぐ追いかけても間に合うか。念のために聞いておきたいんだけど、もしセルカが闇の国に入ったら、その場。いや、聖号騎士は多分翌日にやってくると思う。そうか。じゃあ何を考えてるのさ。単純な話さ。今日中にセルカ。そんなこと。別に、ユージ、俺がセルカを連れて逃げるよ。ダメだよ。セルカにだって天職があるんだよ。たとえ騎士が。それにそもそもセルカが闇の国に足を。でもアリスにはできた。アリスは、彼女は村の誰とも違って。ともかく今はセルカの元へ急ごう。なあ、とはいえ最近は獣の動きがおかしいん。うん、わかった。よし、それだけ。そ、行くよ。わかった。行くよ。行くぞ。行こうか。
うだね。行くよ。
防御する。支援するね。初めて聞くよ、あんな音。今度は何だ？何か匂わない？キリト。あ、なんか焦げ臭いな。それに生臭い獣臭さみたいな。セルカ、まずい。おい、見ろや。今日はどうなってんだ？また白い有無のガキが2匹も転がり飛んできたぜ。どうする？こいつらも捕まえるか。男の有無なんぞ連れて帰ってもいくらでも売れやしねえ。面倒だ。そいつらはここで殺して肉にしろ。ユージは、いいか、セルカを助けるぞ。動けるな。わかった。うらぁ、ユムのガキめらがこの俺様と戦う気か。違う、
うんじゃない、勝つんだ。
松崎にしても収まりそうもねえが、とりあえずやってみるとするか。キリト、やめろ、ユージョ。やめろ、ユージョ。記憶は俺の記憶なのか。俺はこの世界で育った。ユージオとアリスと共に、そうだ、世界は永遠に変わらないと信じていた。三人いつまでも一緒だと信じていたんだ。しかし三人で行った洞窟、そう、この洞窟でアリスを守れなかった。何もできなかった。あの絶望、無力感を忘れるものか。今度こそ俺は白い夢が調子に乗んじゃねえ。違う、俺の名前はイームじゃない。俺はケンス・キレトだ。お前らの親玉の首は取った。まだ戦う気があるやつはかかってこい。そうでないやつは今すぐ闇の国へ帰れ。ユージオ、しっかりしろ。キリトなの？セルカ、大丈夫か？怪我してないか？うん、平気。それじゃあ手伝ってくれ。ユージオが大怪我をしたんだ。もう普通の治療じゃ間に合わないんだ。セルカの神聖術で助けてくれ。頼む。私の神聖術じゃ無理。ユージオ、嘘よね。私のせいで、ユージオ。泣いてもユージオの傷は治らない。無理でもいい、やってみるんだ。君は次のシスターなんだろう。アリスの後を継いだんだろう。私は姉様にはなれない。今の私に治せるのはほんのかすり傷くらいで。ユージオは君を助けに来たんだ、セルカ。アリスじゃない、君を助けるために命を投げ出したんだ。普通の治癒術じゃ間に合わないわ。危険な行為神聖術を試してみるしかない。キリト、あなたの助けが必要よ。わかった、言ってくれ、何でもやる。左手を貸して。もし術が失敗したら私もあなたも命を落とすかもしれない。覚悟はいいわね。その時は俺の命だけで済むようにしてくれ。いつでもいいぞ。システムコール、トランスファーヒューマンユニットデュラビリティ、ライトハンドセルフトゥーレフト。たとえ魂だけの存在であろうとも、ユージオは俺の友達だ。絶対にこのまま死なせたりしない。キリト、まだ大丈夫？問題ない、
もっと、もっと友情にやってくれ。もうダメ。これ以上続けたらキリトの天命が。これが死なのだろうか。たまらなく寒くて、恐ろしいくらい孤独で、いや、ほんのわずかに暖かさを感じる。誰かのって、これはセルカじゃない。君は誰？キリト、ユージを待ってるわ。いつまでもセントラルカセドラルのてっぺんであなたたちをずっと待ってる。傷の具合はどうだ？傷んだりしないか？うん、丸一日休んだらもうすっかり治ったみたいだよ。キリトのおかげだ。肩を貸して村まで連れて帰ってくれたんだからさ。俺だけじゃないさ。セルカの神聖術がなかったら、あのままユージは息を吹き返さなかったかもしれない。うん、二人には感謝しないとね。どうかしたのかい、キリト？
ユージを覚えているか。あの洞窟でお前妙なこと言ったよな。俺がユージ覚えているよ。そんなわけはないんだ。僕とキリトとアリスはこの村で生まれて、セルカがお前に新生術を使ったとき誰かの声を聞いたか。いや、僕はもう全く意識がなかったから。キリトは何か聞いたのかい。いや気のせいだ、忘れてくれ。よし、これで午前中の仕事いつもより早く終わったんじゃないか。うん、なんだか急に竜骨の斧が軽くな。それはきっと俺たちがゴブリンの、その証拠に俺のオブジェクトコントロール権限は以前よ。セルカも妙に新生術が成功すると言っていたし、きっと今なら。おい、キリト。まあ、軽くなったのは竜骨の斧だけじゃないらしいぜ。せっ、やはりこの世界にはソードスキルが存在する。キリト。なあ、た前に獣退治をした時もキリト、もしかしたら記憶をなくす前のキリトの天職はきっと英士、いや大きな町の衛兵だ。正式な剣術は衛兵隊でしか教えてくれないんだ。ユージは、キリト、君の剣術の流派は何。その名前も思い、いや覚えている。俺の剣はアイン。不思議な名前だね。聞いたことはないけど、それとも暮らしていた町の名前なの。僕に君の、もちろん僕は衛兵でも村の衛士でも。頑張れユージを、諦めるな。でも僕は強くなりたいんだ。もう二度と同じ間違いを繰り返さない。なくしたものを取り戻すために。分かった、教えるよ。望むところだよ。今分かったよ。僕はずっとこの森で6年間君がやってきてくれるのをずっと待ってた。ああ、俺もきっとお前に会うためにこの森で目覚めたんだ、ユージは。